よし、それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。最近ね、レートがマジでダダ下がり中なんですよ。おそらくね、今日の動画で5300を切ると思います。ま、ぶっちゃけレートとかね、もうどうでもいいんですよ。そして次右、多分ね、このコースやったことあるんですけど、ここゴールじゃないんですよ。で、次1の2が多分来る。ね、多分そうでしょ。やっぱり1の2だね。熱い熱い熱い。で、これ、1の3までもしかしたら続いてたような気がするんですけど、1の3じゃない、1の4か。1の4まで確かあったと思うんですよね。これはパックに気をつけていこう。よし、マリオ待って、マリオ早いな。ここで終わりじゃないんですよね。中間ポイントのこれは1の3でしょう。いや、僕結構これやり尽くしてるからね。マリオ、僕ここうまいですよ。僕結構うまいよ、ここ。いや、ちょやった、ダッと。いや、前もここでやられた気がすんな。ここのさ、針に落ちてさ、やられた気がするんだよな。じゃ、多分次1の4なんですよ。で、このまま右に渡って土管に入るでしょ。多分ここ1の4だよね。ここでマリオがね、やられてくれるといいんだけど、あ、やられてる。で、キノピコもやられたでしょ。で、僕今フラワー状態。これも勝ち確だね。絶対勝った、これ。みんな、もう勝ち確だよ。僕、ほら、絶対勝った。イエーイ。こういうこともあるね。何があるかわからないね、みんなでバトルって。やっぱり待っておきますか。ほい、楽しく戦う、いいね。そういうのめっちゃ好きやわ。やっぱね、このみんなでバトル、負けるとさ、ムカついたりとかさ、悲しくなったりとかよくするんだけど、それをね、ちょっと我慢してね、楽しくやっていけばいいと思うんですよね。確かキノピコだったよね、あの子。多分あの子優しいよね。多分攻撃とかしてこないでしょ。大丈夫大丈夫。やったやった、これはワンチャンあるよ。やった、1位じゃん。前行って、どんなコースなんだろうね。前行って、全然想像できないね。これとりあえず前行くか。このまま行っていい、このままでいいかな、大丈夫。ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、みんな踏まないでって。なんだこれ。お、久しぶりだね、黒猫ちゃん。前の動画にも出てきたんですけど、めっちゃ可愛いよね、あの黒猫っていうキャラクターっていうか、名前といい、なんとかかんたらね。次は全自動か、どうしようか。とりあえず右に走っていけばいいみたいな感じでしょ。やっぱダメか。これかぶってっての、これ乗ってったらいいのかな、どうなんだろう。え、これあり、これありじゃない。ありだね、これ。あり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 。そして、いやー、これどうしよう、待たれんくらい、これいける、これいける。いやー、これいけんね。いや、いけいけいけ。ちょっとさ、あのドクロコースター待っておこうか。あのドクロコースターが来るの待ってさ、来た瞬間あれに乗る。多分それでいけると思う。多分誰か来るでしょ。よし、来た、これに乗る。第2弾いきます、僕。待って、よし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 、これでいける。あぶねえ、これでいけるっしょ。これ多分ね、全自動だからいけると思うんですよね。ね、これでいけるでしょ。これでいけるでしょ。あぶねえ、やった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 、これゴール。一回当たってもいいから、やったー。あんな白いシンデレラみたいなあったっけ。めっちゃ強いじゃん、あのルイージ。ブラストキャニオンだって、しかも。めっちゃかっこいい名前だな。ああいうコース名めちゃくちゃいいですよね。まあ日本人が作ったのかちょっとそこまでは見てないんですけど、さあマリオ連れてって、あのルイージには要注意だぞ、マリオね、一緒に。よし、それじゃあマリオ敵は僕が取ってあげる。ちょっと上手くない、今の見た、今のルイージの華麗なキラーの倒し方ね、見た今の。よし、ルイージは邪魔しないね。人の邪魔してるんなら俺が先に行くってか、余裕だねルイージ。よし、ジャンプで、このまま渡っていきます。オッケー、ルイージ待って。いや、これワンチャンあるよ。あの7000何歩台の人に勝つワンチャンあるよ。よし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 、ルイージ待って、ルイージ待って。ルイージ焦ってんのかい、ルイージ。よろしくよろしく、ルイージを一緒に倒そうね、キノピオ、キノピコ、よろしく。いいね、優しい。待って、ルイージ待って、ルイージ待って、本当に待って、君に勝ちたいんだ、本当に勝ちたいんだ、このルイージに。うわ、怖っ。ここえ、キラーがいきなり上とか出てくんの、それはないぜ。うわ、マジかよ。え、マジないぜ。ちょっと待って、ここで隠れておこう。危な、ここ本当に。あんまり先行きすぎるとやばいね。またキラーとか降ってきたら僕もう終わるよ。なるほど、そこに土管があるのか。
やっぱルイージだったね。めっちゃ強いわ、あのルイージ。勝てんやったのはショックやわ。ワールド1の2。それじゃあこれでラストバトルにしようかな。うん、全然1の2っぽくないな。ワールド1の2っぽくないけど、マリオ連れてってあげる。ね、連れてってあげる、僕が。お、マリオ信用してくれてない。信用してくれたら、よし、回転ジャンプ。オッケー、2人ともやられました。ここは僕、慎重にアイテム取っていきます。よし、来た。これでもう、最後は勝ちでしょ。これ僕ラストバトルにするって言ったよね。ね、さっき言ったよね。ワンチャンあるよ、これ。また最後勝てるかもしれん。よし、このまま落ち着いていきましょう。コインの通り、うわ、これはまずいな。本当に落ち着いていこう、ここ。ね、これ右でいい？大丈夫？やったやったぜ。これが僕の実力。この動画が良ければ、よし、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。雲の上のヨッシー。雲の上のヨッシーってことは、もちろんその名前の通り雲の上にヨッシーがいるんでしょうけど、でもヨッシーいなくてもいいパターンっていうのは結構あるんですよ、こういうコースって。うわー、マリオ、もうそういうのやめてって。もうそんなんされたら嫌ってわかるやん。ねえ、もう嫌なことせんでよくね。もうリアルでもさ、嫌なことはしたらダメなんですよね。なんかこう悪口言ったりとかさ、何、悪口言ったりとかさ、もう悪口言ったりとかさ。ね、だからみんなもね、自分がされて嫌なことっていうのはね、したらいけないんです。あ、どんぐーり来ました。はい、これで僕は最高速でいきます。このまま、熱いね、これ。ちょっと待って、乗らして乗らして乗らして、よし、来た。あぶね、ちょ待って、そんなんしないでって。もう身を捨てるから、もうほら、そんなんするそんなんするから、もうね、僕もたまにはね、ああいうことまでされたら攻撃するんですよ。まあ、ああいうことはしなかったら、僕が基本的にね、あんまり攻撃っていうのはしないんですけど、あそこまでね、攻撃的だったらさすがに攻撃しちゃいますよね。さあ、ここでゴールをいただきましょう。これがラストバトルになりますけど、みんな待っておきますか。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。